皆さんこんばんは。今すぐあやかりたい幸せ術のお時間です。さあ、占いで女性を幸せにする研究所研究員の原アンナです。よろしくお願いします。そして研究所の頼れる主任占い師がこちら、水森太陽です。手相とか四柱推命とかタロットで、占っております。よろしくお願いします。先生、髪切りました？はい、切りました。お素敵で、ありがとうございます。今回やぼったいんで、いつもレギュラー2回目ですけど、はい、どうですか？もう慣れました？いや、まだ全然緊張しますよ。先生、緊張全然してないじゃん。なんかそう言われるんですけど、いつもなんかもう、プルプルプルみたいな。本当ですか？しかもなんと今回は水森太陽先生が、私あのゲストでも何度かお会いしてて、レギュラーでも何度かお会いしてる中で一番、テンションが上がってたゲストの方でした。ということで、皆様も楽しみにしていただきたいと思います。それではお時間ですので、早速まずはゲスト鑑定士の先生をお呼びしたいと思います。みゆ先生です。お願いします。先生、お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。先生、改めてなんですが、戦術をお伺いしてもよろしいですか？はい、今日は、タロット占いでさせていただきます、タロットで。普段はタロットの他にも生命判断とかするんですけど、電話占いの方では主にタロットでやらせていただきます。なるほど、はい、じゃあ今日は後半の電話占いでもタロットで、はい、よろしくお願いします。さあ、そして太陽先生、お待ちかねのゲストの方お呼びしたいと思います。グレープカンパニー所属お笑いコンビの東京ホテイソンさんです。どうぞ。どうも、どうも、東京ホテイソンです。お願いします。俺ね、あの解文が得意でね。あ、解文、あの新聞紙、新聞紙みたいな、上から読んでも下から読んでも同じ言葉になる。何個か持ってきたから、お、発表しようかなと思ってね。あ、じゃあちょっと聞かせてよ。じゃあまず1個目。あ、1個目ね、パンパンと干してる布団叩いたよ。いやよ、たいたたんとうるてしほとんパンパン。おい、何をした？待て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 、お前、なんだんパンパーって。違う、上から読んでも下から読んでも同じ言葉になるのが解文だ。できてたろ。いや、お前のはよたいたたんとふるてしほとんパンパーだ。全くできてないぞ。最後、最後、大発明、大発明、ある曲のサビが解文になってたんだよ。曲のサビが、これすごいだろ。あ、それだったらすごいことだ。メロディーつけて言いますね。あ、メロディーつけて、おう、あ、あ、アンパンマン、優しい君は、いっけ、みんなの夢守るため。いや、メタルも豆の木なん、見てしわみきいし、さや、アンパン、あ、あ、全然だ。おい、どうも。どうも、した。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。改めましてご紹介します、はい、東京ホテイソンさんです。お願いします。お願いします。ごめんなさい、ネタ振りもしずに早速。あ、全然全然ごめんなさい、失礼しました、はい、いやいやいや、よろしくお願いします。好きで言ってみました。そうそうそう、このネタ大好きで。嬉しいわ。助けられただったんですね。そうそう、あの、そく、うん、いつもくだらねーって言いながら。それが最高の褒め言葉です。褒め言葉なんです。っていうのがね。ありがとうございます。ツイッターで今日ね、書いてくださってたんですよね。俺ツイッターやってないか分かんないけど、ツイッター書いてくださってましたよね。え、全然別人の声。僕リツイートしました。先生でしたか。僕リツイートしました。先生でした。僕リツイートしました。僕みたいな。みゆ先生、ツイッターやられてるんですか？いえ、やってない。じゃあ先生でした。僕リツイートしました、はい、ありがとうございます。太陽先生です、よろしくお願いします。改めまして、これ占い番組なんですけど、はい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 、お二人なんか占いの番組に出られたとか、なんか占いの経験とかって今までありますか？1回だけ軽く、うん、占ってもらったことがあるんですけど、まあ、軽くで、あのラジオで、軽くなんで、あの、うん、来年の運勢はみたいな、しっかりはまだないですね、具体的にはまだない、ないですね、ないですね。結構この主任鑑定士の太陽先生に後ほど、はい、だからちょっと結構楽しみです、はい、ちょっとね、怖さもありつつ、だからもう本当のことを言ってほしいです。
あ、じゃあ悪いこと言いますね。悪いこと、もうそのなんかね、悪いことを言わなかったりするじゃん。そんなないですよね、うん、でもそう、悪いことも含めて、はい、全部言います、はい、うん、はい、まあそうですよね、はい、全部聞きたいということで、全部聞きたいです。後でバシバシ太陽先生にお願いしたいと思います、はい、ではその前にですね、こちらのグラフを使ってお二人の人生を見ていきたいと思います。はい、人生あやかりグラフのコーナーでーす。はい、よいしょ。お先にお二人に書いていただいて、はい、二人分ですね。そうですね、ピンクがショーゴさんですね、ですね、はい、そして緑がタケルさん。そうです、はい、ありがとうございます。じゃあ最初から見させていただきたいんですが、はい、まずこのデビューですかね、最初お二人。そうですね、何歳ぐらいの時だったんですか。僕が19ですね。若い。大学、在学中でした。そう、在学中にデビューしてっていう、はい、そうです、そうです。すごい。芸人さんでいうデビューっていうのはどう、あの、初めて舞台に立った日みたいなことなんですか。僕らの感覚ではそうですね。一応初めて2人で舞台に立った日が、はい、僕が19で20歳だった、はい。あ、年齢が1個違うんでしたっけ。1個上ですね。そう、1個上です。え、どこで出会ったんですか。僕たち、あの、SNS なんですよ。え、今時、めっちゃ今時。そう、相方募集掲示板っていうのがあって、そういう2チャンネルみたいな。あ、あるんですか。そうそう、そこで、初めて聞いた。で、そこに僕が書き込んでて、はい、そのだから、まあツッコミで19歳で、はい、まあ東京在住でみたいな、こう、はい、個人情報を書いてて、はい、もし、そう、特に LINE も載っけてたんで、そう、え、怖くないですか。いや、でももう、はい、相方を見つける手段がそこしか僕知らなかったんで。そっかそっかそっか。でしかも僕田舎の出なんで、そう、なんかね、怖いっていう感覚がなく、なるほど、普通に書き込んでて、ね、うんうん、そこに見つけて書き込んだってこと。そうですね、まあ、年近いし、うん、ツッコミ、はい、うん、で、あの、たけるが漫才の動画上げてて、はい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 、それが初舞台の動画だったんですけど、うん、まあ、前のコンビで組んでたり、そう、前のコンビで、はいはいはい、それが結構しっかりしてたというか、うんうんうん、ツッコミうまかったんで、うんうん、俺がネタ書いたら、はい、いけんじゃないかなってちょっと思って組みませんか。これ私全然普段聞いたことなかったんですけど、その いるもんなんですか、この今のこの年齢ぐらいの芸人さんだと。いないです。そうなんですよ、いないんだ。書き込むまず人が60代とかの人なんですよ。もうなんかね、変な人が本当に多いんです。そうなんです。僕翔吾と会う前にも会ってるんですよ、何人か。何かお会いしてるんですね。おじさんとか60代のおじさんの方とか、いっぱい会ってる中で会ったんですよ。だから最初顔を見せてくれ。そう、ね、顔審査から入らないと。そうかそうかそうか、分かんないですもんね。分かんないんで、俺も一番いい写真をと思って。お見合い成人式の写真を、はいはいはい、スーツでバシッと決めた。で、その写真がショーゴとおじいちゃんで写ってて、あら、どっち、下手したらおじいちゃんの方なんじゃないかっていう。下手したらですね、年齢も聞く前だったんで。あ、そっかそっか。そう、そう、やばいと、ね、すごい出会い系アプリみたいですね。あ、そう、本当そうです。そこでじゃあ会って、はい、で一応僕らの走りがいるんですよ、はい、走りが、はい、それがクールポコさんなんですよ。え、そうなんですか。クールポコさんもそういう系一番で、知り合ってくるんですね。すごい、知らなかった、ね、ちょこちょこはいるんですけど、すごい今時ですね。です今時ですねってコメントも今時そのまま来てました。そしてデビューして、この時は割と低めなんですが、はい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 、まず翔吾さんの方が少し上がってますね。 M1 1回戦突破、あ、もうすぐですか。すごい。これは組んで翌年、すごいですね、1年目で、はい、あの、うん、M1 ずっと見てたんで、うん、正直1回戦突破しただけでも、うん、もうパーティーしちゃって2人で、もうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。見てたや、大会に1回戦、1年目でまず1回戦取るって結構難しいんです、うんうん、1回戦で。そっかそっか、ウッドホッタやったぞって、うん、まあ、2回戦で落ちちゃったんですけど、結構かなり嬉しかった。人生の中でもかなり嬉しい方です。5倍ぐらいのね、うん、シャーって衝撃で、パーティーは2人で、パーティーは2人で仲いい。その時は仲良かったんですよ。その時は今でギクシャクしてるみたいな。その時は仲良かったんですよ。こればっか言うんですよ。そうなんですね。今なんかあるのかなって思っちゃいますけど。ないですけど。あ、そしてすぐですね、また翔吾さんがドーンと落ちて、テレビに出れない、うん、これが俺、うん、正直、うん、
ちょうど若手がこう台頭していくみたいな流れがちょっとずつ出来上がってて、一緒にライブしてる人たちがなんかテレビ決まったりとかして、その中で一回も決まらなくて、2、3年ぐらいまでで結構悩んでた時期ですね。かなり地獄ですね。え、でもなんか、あ、そうか、今第7世代でしたっけ。そうですね、第7世代っていう括りがね、あって、はい、あってテレビに出てる方も見て、あ、だけどなんかまだ全然若いし、デビューしたばっかだからって私たち感覚だと焦ってたんですよね。そっか周りがもう俺たちはなんだろう、オリエンタルラジオだとか、ロンドンハーツだとか、ダウンタウンだみたいに思ってたんで。ロンドンハーツだ。ロンドンハーツは番組だ。ロンドンハーツ1号2号だって言って、もう若くして売れてスターになるんだっていうのがあったから、なんか2年やって1回も出れないんだっていう衝撃だから、まあ自分の思い描いてたこう想像通りにいかなかったみたいなね。なるほどなるほど。そしてこの後上がってます。お二人とも同じですね。すごい、 M1 準決勝、うん、そうなんですよ。3年目で初めてこう、うん、M1 の準決勝に行かせていただいて、これはなかなかないことですよね、うん、3年目で。3年目は結構早いですね。そうですね、早い方かなり、うん、17年くらいでしたか。結成15年以内です。あ、いやいや、初めて行ったのが、2017です、ね、ですよね。そうですそうです。詳しいっすね。いや、あ、見てたんで。うわ、嬉しい。水森太陽先生、毎年準決勝を見てますね。好きなんで。そうなんです。だから弟に今日自慢してきました。嬉しいな。そうなんです。じゃあもうガチガチのお笑いマニアなの。いや、そんなことはないですよ。まあでも準決勝見に行ったりとか、うん、もうしたことありますし、うん、テレビではちゃんと見て。なるほどなるほど、嬉しいな、うん、じゃあそうか、じゃあこの時も先生見てるってことですよね。そう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 、あ、そうなんですか、うん、まあ、去年は行っただろうみたいな。そうそう、先生すごいずっとおっしゃってて ね、あの去年の中では一番面白かった。 ありがたい。そんなこと言ってもあんまないよ。ありがですね。とうまで言え。ありが。若者言葉。そして、あ、面白そうに。タケルですね。そうですね。タケルさん。僕ら2017の年明けの面白そうに出させていただいたんですけど。お一人。あ、二人で。はい、うんうん。ネタをさせていただいたんです。ここでちょっと、ひどいぐらい滑りまして。ひどい滑り方を。当てれないような滑り方でした。本当ですか。その年にひょっこりはんさんが売れたんですよ。あ、そう、僕らと同じ年に。なるほど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 。でも出れれたのって、まあそうですね、そうですよね、出れただけでありがたいですけど。あ、これが売れる人の受け方かと思います。舞台に行く時とひょっこりはんさんが帰ってくる時って顔が違うんですよ。もう売れたって顔して、もうキリッとして帰ってきたんですよ。え、その時お二人は。そう、その時はもう その後が俺だったんですよ。そう、ああ、なるほど。それでかかっちゃって、はい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 、はい、何かしなきゃ何かしなきゃってなってしまって、会話ができなかったんですよ。もうかかりすぎちゃって、こっちで何かを仕掛けよう仕掛けようとしすぎて。あ、これはテレビに出られたのはもう ほとんどでもその前にネタ番組が出てました、うん、あ、そうですね。なるほどなるほど。ただ何ですかね、もう、うん、MC の方トークするみたいなみたいなのなくて、あ、それは緊張する。しかも面白そうで、いや、まあ、すごかった。うわ、これ見てみたいな、もう一回その時の二人の。そうそうそうね。カットされてます。あ、そうなんですね。ほぼカットです。なるほど、そっか。唯一翔吾がやったことない、あの、はい、森進一のモノマネだけ流れました。やったことないんですよ。やったことない森進一のモノマネだけオンエアされて、なんとなくて、最後に振られてやったやつ。あ、なるほど。そうなんです。それしか乗せるとこがなかった。面白い。悲しいですよ。でもその後ですね、たけるさん、はい、初レギュラー。そうなんです。すごいじゃないですか。あの、地方なんですけど、初レギュラーをいただきまして。レギュラーはすごいですよ。そう、なんか部活を、いろんな高校の部活をこう巡って紹介するみたいな番組をやってたんですけれども、それがまあ半年ぐらいで終わっちゃって、まあね、でそれでちょっとガクッとちょっと自分たちの、そうですね、こちらが半年で終了という。高校生の部活をこう一緒にね、うん、そう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 、探索していくみたいな、めっちゃいい番組、いい番組ですけど、うん、まあ、俺らの力不足でもう最後の方とか高校生が回してたんですよ。僕らもうダメって、ダメだ、そうね、高校生、ね、みたいな。高校生の方が面白くてもうダメでしたね。だから緊張したりとか、プレッシャーを感じてしまって。レギュラーですからね。しかもやっぱ3年目4年目とかなんで、そんなトーク技術もなければ。そっかそっかそっか。次売れる芸人は俺らだみたいになったんですよ、一時期。うんうんうん、何ヶ月間だけですけども、その時だったらちょうどなんか
プレッシャーというかまたかかっちゃって、うん、もう面白そうゾーンですよね、うん、あそっかそっか、それで半年で終わってしまった。そうなんですよ。そしてまた再び M1 準決勝、そう2回目、そうです、2回目で、うん、これ次の年ってことですか。これ次の年ですね。すごいですよ、うん、2年連続、いやだから2年目こそは決勝にっていう気持ちで、うん、あそうかそうかそうか、受けました去年、うんうん、去年よりかは、うんうん、ね、うん、受けてた受けてた受けてた太陽さんねっていう太陽さん見てたと思うんですけど、まあ受けてたじゃないですか。受けてましたよ、行ったかな、まあ当落戦場みたいな、うん、でもまあパワーが足りなくて、うん、まあ、落ちちゃいましたね。あでこの2年目落ちたタイミングで、うん、俺がぐっと下がってくってると思うんですけど、はい、かなりぐっと完全なるスランプですね。もうスランプ、ネタが作れない、ネタが2年連続で無理で、うん、はい、なんか変えなくちゃいけないのかなとか、そうかい、いやいやいやでも変えなくちゃいけないのかなとか、そっかそっか思いますよね。ネタ作ってる方なんで、どうしようどうしようっていうので、いろいろ試したり失敗してみたいな、はい、で、その年、次の年にまた M1 準決勝行くんですけど、うんうんうん、それが10月ぐらいから予選が始まるんですけど、うんうん、10月までネタ一本もできなかったんですよ。わわわ、だから 10ヶ月間一切ネタできなくて、はい、でも毎日会ってんすよ、タケルと。で毎日ネタ合わせはしてるんです。5時間6時間ネタ作ってるんですけど、本当にスランプだ。でも終わったっつって、うん、で、うん、その1回戦2回戦とかはなんとか乗り切って、1回戦2回戦はなんか茶を濁したような漫才で、あでもでなんとか、でもそれはまあ一応2年準決勝行ってるから、まあまあまあ、うん、受けたみたいな、過去のネタもあるし、でもやばい、はいはいはい、思って偶然できたんです。そう、3回戦以上のネタは本当10月以降にできたやつで、それもその日に2本できたんですよ。すごい、すごいいいっていうのが、なんかあったんですか。で俺がもう、もう負けるから、うん、もうやめようっつって、あ、うん、もう M1 はいいよ、いいよいいよ、違う売り方しようみたいな、好きなこと YouTube とかやろうぜみたいな感じになったら、スッと力が抜けて、あるんだ、本当にあるんだ。そういうことなんでしょうね、すごい、なんか漫画家さんとかミュージシャンの話聞いてるみたいな、降りてくるみたいなお前が言うな降りてきたんだよ。武さんはネタは僕は全く作っていません言われたことをやるだけのマリオネットです。なるほどなるほどなるほど、完全な、あ、じゃあこれがいわゆる太陽先生が見てて、見られてたやつね、一番その中で面白かったと、面白かったっすね、おっしゃってた時ですね。うん、ありがたい、本当に嬉しいです。ちょうどね、自分もその準決勝ネタの中で一番面白かったです。うわー、もうこういう言葉が一番嬉しいな。あとアーカイブ残りますかって来てますけど、これアーカイブ残るので安心してください、はいはい、アーカイブ残ります、はい、本当にもうさっきのネタもそうなんですけど、うんうんうん、今までいろいろ頑張ってたんですけど、うん、もうタケルに逆から言わせよっかみたいな、うん、そうか何が面白いか分かんないんで、もう逆から言えって言って一回ね、うん、受けたんですよ。すごい、分かんないもんですね。だから必死こいて考えた10ヶ月が簡単な発想一本で越しちゃったっていうか、うんうんうん、まあでもその10ヶ月があったから出たっていうのは、お前が言うなって言ったんだよ。出たんですよ、みたいに。確かに、その10ヶ月間、たけるさん、僕は今ずっと作ってる、はい、まあ、ネタ合わせって基本沈黙なんですよ。で、こういうのがあったらどう、うん、みたいな、はい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 、でもずっと翔吾の後頭部を見てるから10ヶ月間ずっと後頭部なんか考え事してるんですか。いや、もう僕はもう感もなんかずっともう何も考えずずっと後頭部を見てて、へえ、そういうもんなんですね。そして今に至るということですね。はい、そうですね。どうこういった振り返っていただきました。さあでは過去を振り返ったんですが、今後どうかなってのを占っていきましょうか。もう今こそ一番占ってほしい。本当に。はい、さあそれでは、うん、はい、行きましょう。太陽先生の、はい、手相占いの方に行きたいと思います。すね、お二人いらっしゃるということで。はい、これがタケルさんから、タケルさんからじゃあ見ていきます、はい、ちなみにタケルさん何か占ってほしい項目なんてありますか。まあ金運ですね。金運、具体的に、まあだから、まあ、金運、僕の中でまあ金運イコール仕事みたいな感じの感覚なんですけど、まあ仕事がまあ順調にいけばお金も入ってくるだろうなっていうのを
を思ってて、まあ、どうなっていくのかな、今後っていうのを、はい、今後の金運をじゃあ、はい、じゃあ見ます。はい、はい、お願いします。右利き左利き、僕左利きです、はい、両方見るんですけど、両方かい確かにね、うん、毎回こんなくだりあったら面白いですね毎回突っ込まれる人によってどう突っ込んだなるほど、それ面白そう。左利きだとしたら、結構左利きの方があの金運線財運線はっきり出てるので、なるほどなるほど、いいかなと思います。最初右手かなと思って、右手全然この図でね、金運線ってここのエリアなんですけど、全然書いてなくて、実際見ても薄いんですけど、はいはいはい、全然なかったから、あれこの人金運ないのかなと、はい、だから要は後天的な努力でここに、まあ、こういう感じに、金運線みたいなのがちゃんと描かれていて、はい、ありますよねこれね。そうですね、そう、ね、あるので、あ、よかったみたいな感じで、あ、よかった、はい、元々のっていうよりは、そう、元々のところだとちょっと薄いかな。なるほどなるほど、努力で右がその先天的、いや、あと利き手が、自分が後天的に作ってきた運っていう感じに僕の場合読むので、だから後天的に金運をこう開拓してきたのかなと。なるほどあ、すごい、うん、どういう感じなんですかそれは。だから努力してないと出てこなかったんだろうなって。もともとだと多分商売とかやるとかじゃなくて、うん、サラリーマンとかやるような、うん、あ、お堅い職業であった。そうですそうですそうです、そういう性質で多分生まれてきたんだけど、うん、自分の努力で結構お金を開拓できるような感じで、で、その財運線とかって言うんですけど、はい、この人差し指、じゃないや、薬指か、薬指よりに出てくるのって結構人気とかで、お金を稼ぐっていう感じで芸人さんとかに多いんですよ。これはいい線じゃないですか、はいはいはい、はい、だからそういうなんか、賞レースで勝った人のやつも見たことあるんですけど、そういう人たちもここでやっぱり、なるほどなるほど、じゃあその素質あるってことですね。そうです、勝てる、なるほど、自分の努力でできる、うん、だから芸人さんとかだと、いいところに、まあ、あるなと思います。おお、これはいいんじゃないか、いいですね、じゃあ芸人さんとしてお金を稼げる、そう、人気でお金が入ってくる、あ、なるほど、はい、なるほどなるほど、じゃあ、そうなんです、いいですね、この小指と薬指の間あたりにある財運線っていうのがスタッフさんも今一生懸命見、これみんな見るんですよ自分のね、多分きっと視聴者の皆さんも見てると思います、はい、金運で言ったらまあそれが特徴的で、あと左手に神秘十字が結構綺麗に出てるので、うん、そこなんか聞いたことある、神秘十字、そう、直感がかなりしっかりしてるのかなって、はいはいはい、直感が結構これ入ってる人多いんですけど、中でも結構クリアなんで、まあ勘でこっちだろうって思ったら突き進んじゃっていいような気がします。はー、なるほどなるほど、はい、なんか一見ネタ作りに向いてそうな気もしますけどね。違うらしいです違ったらしい、リアクションちょっとここにも違ったらしい、まあ、ネタはそうですけど、あれですけど、うん、即興とかになったら結構ツッコミ確かに出やすいタイプ、そっかそっか、反応は鋭そうな、なるほどなるほど、確かにそうかもね、あ、じゃあ芸人さんに向いてる手相ではあると思いますね、うん、人気とかに結構良くて、運命線っていうのがあるんですよ、運命線っていうのがあって、仕事運とかね、ちょっと今書いてきますね、こういう感じに出てるので、うん、この小指の下のエリアから運命線がこう伸びてくる、運命線って中指に向かってく線のことなんですけど、はいはいはい、真ん中のやつですね、小指の下のあたりからぐーっとこう伸びてくるのは、うん、芸能人とかそういう人が多い、じゃあもうめちゃくちゃ、じゃあ今の商売合ってる合ってるってことですか。合ってる合ってます。先天的に言ったらそこまでじゃなかったかもしれない。うん、ああ、なるほど。これが本当そうで、タケル初めて会った時本当にもうただの大学生だし、全然に芸人っぽくなかったんですよ。うん、なるほどな。だからサラリーマンっぽいんだけど、うん、多分努力で結構そういう風になってった。なってったってことなんですね。はい、あ、確かに。当たってますね。だってもう兄ちゃんとかも公務員ですし、多分うちの家系的に多分そういう家系ではあると思うんですよ。うん、手相って結構自分のね、努力とかで環境とかで変わったりするんで。なんか書いてったら変わってくみたいなのも言いますよね。そうですね。さあ、じゃあ続いて翔吾さん見ていきましょうか。はい、あ、じゃあ、はい、ちょっと ありがとうございますね。せっかくだから手を見ていた。翔吾さん、占ってほしいことありますか？右利き、左利き。これ右ですね。はい、ありがとうございます。はい、両方見ます。何両方見るかい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、
金運一緒なんですけど、はい、仕事ですね。仕事運、金運見ていきましょうか。あの筋トレとかするんですか、それか体使う運。筋トレしてます、めちゃくちゃしてます。そう、豆がね結構はっきり出てて、すごい豆、写真にも写ってる写真にも、それは手相に関係あるんですか。あの力仕事する人とか結構出やすいし、あのパソコン使ってると今度は逆にここら辺に出たりするんですよ、ね、あーなるほどなるほど、そう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 、あのだから昔はこれ貧乏タコみたいに言ってたんですが、あの薬指の下に、うんうん、薬指の下のこの豆貧乏タコってこう昔は言ってたんですけど、うんうん、それは多分力仕事とかしてたかなっていうことなるほどなるほどなるほど、今だったら筋トレねしてる芸人さんとか多いんで、そうですね、普通にできるかなみたいな気はするんですけど、はい、じゃあ、ちょっと金運線見てみます。先ほどの小指の下あたりに線ありますか。結構ビジネスマン寄りだな。ビジネスマンより、うん、ビジネスマン、よいしょ、ちょっと書いていきますね。はい、はい、すいません、はい、芸人さんじゃなくビジネス、あのちゃんと同じように小指 と、うん、薬指の、間に向かって財運線伸びてるので人気でお金が入ってくるっていう、ね、一緒ですね、これは変わらないんですけど、頭脳線っていってここお仕事とか頭を使う場所なんですけど、うんうん、そこからこういうふうに上にあのこう財運勢とか伸びてる人って、はい、ビジネスとかで成功する人なんですよ。へ、俺実は筋トレをもっと頑張って、うんうんうん、自分でスポーツブランド作りたいなと思ってたんですよ。へぇー、ショゴキとか、うんうんうん、ショーマとか、いやもうほぼほぼパクってるじゃないトーマのパクリショーマじゃないショーです、ショーですとかショゴですショゴですはどこだ、アディダスか、アディダス、アディダスか、僕分かりました。スポーツブランド作りたいなとか本当思ってたんですよ。じゃあだから副業とか向いてるようなタイプだし、で人気を使ってそのお金を、開拓していくっていうタイプで、戦略家ですよ結構。あ、戦略家ですね。これ俺のすごい、そうすごいエピソードというか、はい、1個だけあって、たけるに初めて会った時に、はい、もう何年後にテレビ出て、うん、何年後にこうなって、うん、俺らこうなるからね、うんうんうん、でこの芸人は賞レースでも今年行かないよとか言ってったら当たったんだよね。そう、あと僕のこの衣装も勝負なんですよ、戦略として。なるほどなるほど、そうです、眼鏡も俺がかけさせたし、もともとかけてなかった、かけてなかった、そういうのをなんか言ってくのが好きで昔から。確かに確かに。え、その像は何かの戦略ですか、うん、この T シャツって。ああ確かに可愛い。これはマネージャーですマネージャーが買ってくれた T シャツですそれを大事に着てるんですね友情の友情のがなんかあんのかなと思っちゃったあそこにマネージャーさんが何のキャラだろうと思って可愛いなっていうこれすごい象がね心臓握りつぶしてるんですよ。怖い怖い、今見たら怖かった確かにね、可愛いと思ったら。そうなんですよ実はね。なるほど、あ全然関係なかったんですね、です戦略じゃなかったんですね。で向いてるんだそういうのが。それは嬉しいよ、うん、よかった。あともう一個の特徴、まだ大丈夫ですか、はい、よいしょ、運命線、あさっき言った運命線なんですけど、うんうんうん、そこにこの、引き立て線っていうのが、うん、伸びてきてるので、運命線ここです、ね、そうそう、それに対して視線が出てて、これは人からこう引っ張り上げられるっていう感じなんで、こういうタイプも芸能人に向いてるんですよ。人から支援が入る、スポンサーが入るみたいな。スポンサー、俺本当にこれマネージャーにも言ったんですけど、うん、俺、うん、ナイキのスポンサーになりたい。そのスポンサーじゃなくて、金のスポンサーで言ったの。いや、そう、そう、え、あなたがナイキからあのスポンサーがつきやすいみたいな、そういう、ああ、そうだ、そういう願望の話じゃない。そうなんですよ。でもマネージャーにも言ったんですけど。それ大成功ですよね。言ってたことがあって、すごいな。ナイキさんにスポンサーになってほしいってことですか？なんか自分がナイキの、はい、モデルになれたら、ああそういうことか、ああそういうことか、じゃあって、あと一個だけ聞きたいことがあって、はい、いいですか、じゃあ、うん、覇王線っていう線がある、うんうん、あるってご存知じゃないですか？当たり前だ、ダメだと思ってるんだ。俺も言ってなかった。の中年男性じゃないから。すごい人だぞ昔テレビで見て覇王線ってある、はい、覇王線っていうなんか俺も聞いたことがある。家康とかが確か持ってる線って、うん、俺それがテレビで見たらあったんですよ。え、どの線ですか？あります、これちょっと見ていいですか、うん、はい、ちゃんと肉眼で天下取りのね、うん、すごい、確かに薄いけど、うん、あるかなっていう、もうちょい濃くなれば、もうちょいっていう感じ、濃くなれば、うん、だから、こ
多分あの覇王線って、はい、この運命線から3本こうやって伸びるような線のことで、そうそうそう、あの芸人さんでも結構成功してる人とかこれ持ってるって言われたりするんですけど、それ確かに近いものはあるんですよね。太陽線も、この、頭脳線から伸びてて、あともう一つなんだ、すいませんね運命線がちょっと途中で切れてるんですよね。ほう、だからこれが本当にちゃんとつながってきたり、40代後半で何かこう乗り越えれば本当に天下取っちゃうようなタイプ。はー、40代すごいぞ。だから人気系とかこの芸人とかそういう分野だったらもしかしたらかなりいい線までいくっていう。なるほどなるほどなるほど、はい。覇王線って少ないんですよね。少ないです。だからそれ近いものあるってことですよね。近いものある、うん、いいこと、はい、いいこと、嬉しい、はい。なかなかこの手相のコーナーもやってますけど、覇王線っていうワードがまだ出てないので、多分今までのゲストの方もいらっしゃらなかった線だと、だから もうちょっともうちょっとですね、もうちょっと濃くなればもうちょっとだ、うん、ああ濃くなればね。ここ自分でこうやってやったりしてもいいですか。そうですね、こう書いたりちょっとこうあの手をこうやってピンとこうやると出てきやすいですけどね。こういう感じです。こう中に寄せる、そうそう、あ中に寄せる、こういう感じ、はいはい、こういう感じってやるとシワができやすい。じゃあ楽しみですね。すごいな、面白いな。金運はお二人と問題ない、あの芸能人向きだと思います。ああ嬉しい、嬉しいな。ぜひ今後のお二人に期待していただきたいと思います。さあそれでは続いてのコーナーに行きましょう。今すぐお悩み解決、視聴者生電話占いのコーナーでーす。さあ今回お悩みのお客様なんですが、49歳未婚の女性 K さんです。 K さん、はい、早速 K さんと電話がつながっていますのでお呼びしたいと思います。もしもし K さん。あ、もしもし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では K さん、よろしくお願いします。はい、はい、アンケートがですねこちらに届いてますので、私の方からお先に紹介していただきたいと思います。はい、何やら K さん周囲からは心配されているんですが、自分のお店をもう1店舗増やすかどうかというお悩みだと手元のアンケートに書いてありますが、はい、K さん今お店をやられてるということなんですか。そうです、あのちょっとしたショップを経営していて、はい、すごい、はい、あのまあ、小さいかお店なんですけれども、はい、でちょっとあの場所がちょっと離れたところに、うん、ちょっとメーカーとかの協力もあって、はい、出店しないかっていう話とかも出てるんですね。あ、すごいじゃないですか。ただちょっと私も、はい、ちょっとこの年で家を購入してしまってローンを組んで、すごいすごい、すごいすごい、バカなんですよねとか言って、いやいやいやすごい、いやいやいや、でそういうのもあってちょっとそっちに行ったり来たり、うん、するっていうのもちょっと肉体的にきついかなとか、まあそんなこと言ってたらできないんですけど、まあそこに出店したとして、まあその商売がうまくいくかどうかっていう、まあ、うまくお金も回ってってくれるかなって、まあ、もちろんねあの商売なので、うん、お金が回ってくれないと、ね、うん、うまくいかないので、ね、うん、はい、すごい経営者社長様ですね。ねえすごい、そうです、いや全然そんな、はい、ね、ちなみにそのお店はどういった関係のお店かって聞いちゃって大丈夫ですか。アパレルです。あ、めっちゃすごいじゃないですか。すごい、はい、えー、いやいや、その1店舗は今うまくいかれてるってことですもんね。いやーそうでもないです。結構大変です。あ、ね、ここ最近特にあのコロナウイルスとかが入ってきて、中国産のものとかがちょっとね、あの、あ、そっかそっか、提供遅れとか出てくるんですよ。はあ、そっか、そういう問題になるんだ。そういうのとかもあるので、うん、ちょっと怖いなっていうのがあって、うんうん、まあ、今後、ね、どうなるか、どうなるのかなっていう、うん、そう、ただそのうちがやろうとしてるところは、まあ、日本の商品なので問題は全然ないんですけどね、うん、出店しようかなって思ってるお店は、うん、はい、
あ、だからもう一店舗もアパレルってことなんですね。そうです、そうです、そうです。うん、そうなんです。店舗目ってね、なかなかすごいですよね。一人で二店舗ね。はい、社長さんね。じゃあ、宮先生。いやもうね、本当にもう肉体的にも気力も限界きます。折れては立ち上がり、折れては立ち上がりの繰り返しで、もうダメじゃないかって言っても這い上がって頑張らなきゃみたいな感じで。努力家でいらっしゃるんですね。すごい。引っ張ってますとか、すいません言葉が来たら、はい。いいえ、ありがとうございます。それではミウ先生、ここはタロットで占っていただけるという。じゃあまず、はい、2店舗目のお店を、はい、持って、うん、それがうまく、うん、1店舗目と2店舗を2つ持ってうまくいくかどうかをまず占わしてもらいます。はい。なるほど、なるほど。じゃあ今からタロットで見させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。緊張します。やっぱだってこれ重要でなことですから、ね。初めて見ますね。ね、近くで。これ古いタロット。年季が入ってる。Kさん、周囲から心配されてるっていうアンケートにあったんですけど、はい、何か心配されてる理由とかはあるんですか？やっぱり、うん、自分がこう動かなきゃいけないので、こう体力、ね、なんでしょう、うん、距離的にもまず例えば電車で1時間半ぐらいのとこなんですね。あ、うん、結構遠いんですね。そう、ちょっと距離はあるんですよね。はいはいはい。なのでちょっとなんかあってスッと行ける距離ではないっていうところで、だからきちっとした人材を求めて、うん、一人じゃ全部やりきれない。一人では無理ですね。なるほどなるほど。一人では無理だと思うので、その辺とこでいい人がいればいいなっていう。はい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 。あ、出ましたか？心配とかもあり、ね、出ました、はい、やっぱりちょっと、うん、近い過去だったんだけど、そこではちょっとこの、うん、はい、お店を辞めちゃおうかなとか、うん、はい、あ、Kさんが、うん、Kさんがちょっと辞めちゃおうかなとか、うん、もうここで限界じゃないかって、すごく今もすごく迷ってらして、うんうん、それを今のお店も含めて続けていくのか増やすのかってすごく迷ってるっていう、うん、カード見ててます。その通りです。ああ、そうなんですね。そうなんです、その通りです。だけどここで多分、うん、いいカード最後の未来のところにこのハイプリストっていうカードが出てるので、うん、多分これはとても冷静に状況を見極めて、うん、いい判断をする、うん、でこれはこれがあるってことは、うん、多分すごくこう、うん、頭を使って状況を見極めていかなきゃいけないけど、うん、それができるし、その結果2つ目のお店も持つし、うん、展開できるっていうことを、よかった。じゃあ2店舗目出しても大丈夫。あ、よかったです。うん、2店舗目を持った方が、はい、2店舗目の方がお金が大きく今の1店舗目より動いて、1店舗目の最初のお店も楽に運営できるようになると思う。逆に今のところ1店舗にしがみついてどうしようかなっていうよりは、もう1店舗持ってそっちがブレイクして、この一番最初の今持ってるお店ももうちょっと経営が楽になるはず。あ、やっぱり進むしかないですね。最初はでもやっぱ大変な時期とかもあるんですかね、きっと。あ、それ見てみましょうか。あ、ね、あ、また違う風に見る。やっぱりスタートしてから2店舗目がどんな道をちょっと、最初ね、きっとお金もかかるだろうし、人をね育てるのにもきっと大変でしょうし、一人じゃちょっと難しくなるかもしれない。Kさん、お一人のね体だと2店舗持ってね両方やるっていうのはすごくすごいことですもんね。今は Kさん、なんか信頼できる従業員の方とかいらっしゃるんですか？はい、一人います。あ、うん、はい、心強いですね、はい、それは。そうですね。じゃあ新店舗出したらその人に2店舗目任そうかなとかも考えてるってことですか？いえ、その方にはお任せし、まあ、今いる店舗をちょっとお任せで。ああ、なるほどなるほど。で、新しい店舗は育成して
なるほど、成長方法になるような人を、人材を探そうかなと思ってる感じなんです。どうですか、みゆ先生。はい、やっぱりこの、はい、近い過去にすごく大変だった。努力はなかなか報われませんっていうのが出てきて、すごく大変な思いばかりずっとしてて、現在もすごく2店舗目出そうかどうかすごく迷ってらっしゃるんだけど、結果としてはジャッジメントっていういいカードがいい形で出てるので、すごいな。多分次のお店を出した方がブレイクしていくと思う。お金の心配も大事もうなくなってくると思う。そっちで大きく稼ぐことができて、わあ、すごい。それだってね、2店舗目なんてなかなかね、勇気がいることですもんね。確かに。っていうか今のお店をね、あの K さんが持つ前にうまくいってたんだけどね、お家と店舗、あの店舗があったんだけども、それをちょっと手放してちょっと大きなあの賭けに出て、勇気を持ってこのいい場所にあるこのモールの中に出されたんですけど、そこでちょっといろいろもういろんな制限があって大変な思いをなさって今のお店に移ったっていう経緯があってね、すごくだからね、1点2点する中で今のお店があって苦労なさって、でもお店自体はすごくねうまく回ってらっしゃるんです。ただ儲かるんだけど出ていくものもね、計算多いっていうところが悩みなんですよね。そうです、その通りです。そこをあのもっとお金を入ったら出を少なくしてどういうふうにして次を持とうかっていうのがずっとテーマであって、あるんだけども、どうしても未来にすごくいいカードが出るので、ああそれはめちゃくちゃいいことだね。そっちのところに2店舗目をきっちり出された方が1店舗目も含めて生き残っていくと思う。明るいですね。いやもうやっぱ男気出して頑張るしかないですね。そうよそうよ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。ゲンさんスポンサーについてくれても大丈夫なんで、めちゃくちゃ欲しいんだよ。スポンサーを俺がタンクトップ出してくれたら服着るんでね。あの男物もなんか今度ねやりたいとおっしゃってたので、今女性のものやってらっしゃるんだけど、なるほどなるほど、もし何かあれば東京ホテイソンさんの、そう来ていただいて、ぜひぜひ。そして太陽先生も事前に K さんからいただいた生年月日で少し見ていただいたということで、はい、何かありますか。多分この18年19年あたりが特に苦しかったよみたいに出てて、で今年まだ2月3月微妙なんですけど、あの4月くらいからどんどん運が上がってって、そうですね、ここ何年か大変だったのもだんだんなくなってるかなっていう感じがします。よかった、一致してますね。だからそれが出店を機になのかみたいなことですよね。いつぐらいにお店出すんですか。はい、いつぐらいにお店出す予定というか、もし2店舗目やるとしたら、具体的にはまだ決まってないっていうか、あの煮詰まった話までは行ってないんですけど、今ちょっと店舗を探していて、まあ早くても半年後ぐらいにはなると思いますよね。まあ4月の4日以降だったらいいかなって。なるほど、4月の4日以降ですか。なるほど、おそらく8月とかぐらいになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、あの天中札とか空房っていう期間があって、2月3月はその期間なんで、新しいこと始めたりするとよくない、そう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 、ああそうなんだ、それが明けてからの4月以降の方が契約ごととかそういうのはいいかなっていう、ああなるほど、あとみゆ先生何か見ていただいたみたい、お金のその後の流れを見て、現在でもなんかお金がだんだん、この開業に向けての何か目処がつくかもしれないっていうのが一つ出てます。ただしあのすごく彼女は、あのなんだろう、グズグズしなくて決断が早い方なので、決めちゃうとパッパッって
していくので、はい、お金も大きく入るんだけど大きく出ていくんで、そこをちょっとよく気をつけて、うん、あ、うん、お金の収支の流れを気をつけないと、何かうまくいってたのに板挟みになって困難なことが起きやすいので、あの入ってくるのはウェルカムなんでいいんだけど、出す時に大きな決断をする時に、じゃあこのお金を出したら手元にどれぐらい残ってて、もし何かあった時は、どれぐらい残った資金でどの期間できるかっていうのを少し冷静に考えて、あの大きな決断をするように、それだけ気をつければ大丈夫だと思う。ただこれがなんか板挟みだったり、この新しいお店に関わってくれる方とか資金とか借りるところとか、何かちょっと、あなたの意思が通じにくい場合があるから、そこは丁寧に対処するといいと思います。なるほど。でもまあ大丈夫だということですね。多分少し気をつけて、そう、さっきあのね、あの水森先生の方でも言われたように、契約の時期とか、そうかそうか、そういうのをちょっと慌てないで、じっくり、あの、急いですぐしなきゃってならないようにしてくれた方がうまくいくと思います。はい、わかりました。ケイさんいかがですか、少しすっきりされましたか。あ、はい、もうきっと私はあの突き進んでいってしまうんじゃないかなと思います。すごい頼もしいですね、はい、かっこいい。ぜひね、でもそれが吉と出るか凶と出るかなんですよね、本当に。あ、でも吉とね出てましたもんね、占いだと。大丈夫だと思う、本当波乱万丈なんで。そうね、ここ 1,2 年がすごくね大変だったんですよね。そうなんですよ、だから出てました。よく生きてるなっていう感じです。そんなに、はい、そこまで大変でしたね、はい、でも大変な思いをしてすごい乗り越えて危機的な状況も、ちょっとその間、あの電話の方でご相談を受けてたんだけど、本当に目間一髪のところで融資が決まったりとか、すごい、もうなんか逆にちょっと運の強さもあるので、そうですね、自分を信じて、あのもう何だろう、自分の直感をうまくお店の経営に生かしていけるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっとグッときちゃいました。でも、まあ、これから始めるのでまだ大変なこともあると思いますけど、ぜひお体に気をつけて頑張っていただきたい。ありがとうございます。楽しんで、はい、あの頑張ってください、はい。あとタンクトップの方もすいません、はい、よろしくお願いします。そうですね、タンクトップ事務所の方まで。白シャツは本当に着て漫才するんで、着てくれれば、はい、よろしくお願いします。はい、その夢もね叶うかもしれないです。全然着ますので、白シャツだったら面白い、楽しそうなので楽しそうで、はい、こちらそこそよろしくお願いします。ありがとうございました、ケイさん。また何かあったらお電話ください。こちらこそどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いや、よかった。安心しました。これでね、2店舗目。重大な決断ですかね。いや、本当に本当に。結構大事な局面ですよね。これでね、失敗したらかなりお金がってことにもありえるような話ですからね。よかったです。ありがとうございます。さあ、お二人、お悩みも聞いていただいてありがとうございました。いやいや、なかなかねこういった場面は少ないと思いますけども、1店舗出すだけですごいですからね。そう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 、まずね、そこがね、2店舗目で悩めるって時点で、確かに確かに、その時点で考えたことないですもんね。確かに本当ですよね。これからいっぱい考えるんじゃないですか。確かに急にそうですね、まあでもそうだろうな、タンクトップね、もしねこれから本当にシャツ着るんで漫才見てると思うんで、もしねシャツは漫才着てやるんで、でもこれをきっかけにまだメンズ出されてないってことで、これをきっかけにとか言って、これない話じゃないですよね。確かにそうですね。そこからお互い売れて、そう、この日のことがなんかテレビで出ちゃってとか、お金の話し合いで揉めないようにだけお願いします。金額のことだよ ね、 ね、さあお時間もね、はい、あっという間なんですが、あのそのまま太陽先生、先ほど楽屋でお二人のなんか生年月日、はい、見てましたよ。なんかせっかくの時間もあれなんですけど、いいんですか、なんかあのお二人のなんか今年来年以降の運勢ということですね。占ってください。ね、せっかくなんで。あ、
わかりました。たけるさんは四柱推命で見ると、はい、まあ、結構、ずっとある程度良かったような感じには出てるんですよ。逆に翔吾さんの方がそんなにこれまで良くなかったんですね。だけど、いや、そうだと思います。はい、だけど結構いい流れがこれから来るので、お、はい、楽しみだな。具体的に何歳ぐらいから、今年からです。すごい、今年これ本当にM の決勝あるよ、うん、あるぞ、うんうん、今年のだから4月から上がっていくんで、あ、だ4月までちょっと耐えて、うん、そう、うんうんうん、そうですそうです。だから こちらは先にもうちょっといい運来てたんですよ、で2人がこの2年は結構重なるんで、この2年、おい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 この2年ってことは今年来年です。今年来年です、はい、すごい。足引っ張ってた何を申すお前何を申すって、いや、運のバランス的にはとてもいいのであなるほどそうですね、いやこれもう、うん、ね、二欠ですよ本当に。もう二人乗りでこうやって言って、このご時世二欠とか言うなコンプラが大事なんだもうね、爆走ですよね、ですね、うん、わ、これは嬉しいこと聞けたね、うんうん、すごい。今年からってのはまた、うん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 、今年からなんですよ。だから去年までそんなだったのに準決勝まで行けてたっていう。確かに。ことはじゃあもう、うん、今年優勝じゃないですか。三冠としてあるのも全国コントも。いや本当ですよね。今まで運が悪かったんですよ。三回も準決勝行って。確かにね。いけるいけるこれは。いいことじゃないですか。ぜひ、うん、今年はね、うん、楽しみにしてますね。今年こそ。はい。ぜひ。そうですね。いや、楽しみになりましたね、ますますね、みゆ先生。見ちゃおう。ね、見てください。お願いします。楽しみにした。いや、嬉しいですよね、ね、本当にね。じゃあ、今年の4月以降、はい、お二人の。春から、ね。春から。大活躍に期待ですね。いや、嬉しい。桜の季節に。説明しか。さあ、もうあっという間のお時間なんですが、はい、この番組、今すぐあやかりたい幸せ術という番組ですので、何か視聴者の皆さんに、今日のゲストの皆さんから何かあやかれるような幸せ術をお聞きしたいと思うんですが、はい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 、じゃあたけるさんからお伺いしてもいいですか。僕が基本的にやってるのがルーティーンっていうのを大事にしてて、ルーティーン、うん、ほうほうほう、それが舞台衣装を着る時も着る順番だったり、うんうんうん、そう、はいはい、願掛けのような、そうですそうです、うん、ワイシャツから着てネクタイ締めてズボン履いてベルト通してジャケット着る、オーソドックスだでも全部決まってるんですよ、日によって変えない。例えば靴下とかもですか。靴下は白って決めてます。毎日今日白ですよ、ほらちゃんと、あ、ほんとだ。で靴ひもも、はい、その蝶々結びした後にグー結びをするっていうのを決めてるんですよ。それなんか、なんか見てとかで。いやいやいや、もう自分で、自分の中の受けた時のルーティンをどん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 残していったら蓄積していったんですよ。それは知らなかった。そうですそうですそうです。漫才前もどうもよろしく東京テソンですって言ってから閉めるんですよ、ボタンを閉めるんですよ。これも一個のルーティンなんですよ。見たことある何か間違えたのかなみたいな、変えちゃったのかな。これもルーティーンで、これがうまく引っかかんなくて一回ネタ飛ばしてるんですよ、はい、これが出てくぐちゃぐちゃぐちゃってなって、逆にそのルーティーンのせいでな、なんかあるのかもしれないですね。いろいろこう自分の中でルーティーンを決めて、面白い。さあ、翔吾さん何かありますか。俺は願掛けというか、はい、まあ、コンビニとかで、うん、100円以下のお釣りだったら、うん、必ず募金するように。あ、うん、なるほど、うん、必ず必ず、すごい。もう実は、うん、去年ぐらいからやなんですけど、はい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 、なんかなんか先輩に、うん、お前ら面白いから、うん、M1 決勝いけるよと、うん、でもいける実力はあるけど、うん、もう最後は、うん、もうみんな面白いから決勝いけんだよ実はと。そう、最後はなんかその、うんうん、そうね、願掛けだったりとか、うん、お墓参り行くとか、うんうんうん、とかね、財布拾ったらすぐ小判届ける、当たり前だけど、当たり前なんだよくすねるなそういうことをいい行いをすれば徳が積んでいけるんですよみたいな。そう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 、俺もなんかやろうと思って、うん、もうこの前もすぐお墓参り行って、あーそっか、偉い、すぐコンビニ募金始めて、うーん、いいことをして決勝行けるようにってことでやってます。すごい。100円か100円ちょっと詰まったんですか。50以下の時もありますお金が厳しいですよ。先月は50以下でした、ね、あ、でも自分の中で決めてね、決めて、でも絶対にそうしてます、うん、大事、そういうのは本当大事だと思います、うん、台本だとコンビニでもらう小銭はすべて
募金しているって書いてあるかっこつけなんですよ ね, ね打ち合わせの時も最初500円以下っつってたんですよ本当はそうですね100円以下でした、ね、100円以下で最近は最近本当先月がもうやばくて給料が5年がだからでもね必ずちょっとは見れるというと、ね、あとまあ後輩と飯行ったらおごりますね、うんうん、あまあ芸人あるあるなんですけどとか、うん、そういうのはもうやっていこうと思ってでもなんかお金ない時とか大変ですよね、うん、芸人さんのそのルールと言いますかまあ大変 でも上からやってきていただいたことなんで、うん、それを下に流さないと、うん、あなるほど、うんうん、あでもそういう小さい、ね、積み重ねがいいかもしれないですよね、うんうん、やってこうと思いましたね、うんなるほど大事ですね、うんうん、さあ続いてミュー先生ぜひお願いします。私は、うん、なんだろう感謝する気持ち一日や過ごしてて、うん、あ今日ちょっとつまんないことあったなと思っても、うん、くよくよしないで、うん、でもこうやってご飯食べて、うんうん、ちゃんとお部屋で寝れるところがあるっていうのにささやかなんだけど、うん、そういうことに感謝したりとかあと夜遅くまで電話の占いでお話しすることがたくさんあるので、うん、あのちょっと脳がこう興奮してなかなか寝れない時あるんです。あそうですよね、話の中身とかじゃなくて、うん、そういう時のはちょっといい音楽を聴いて、うん、こう瞑想じゃないんだけど、うん、気持ちを沈めてちょっと部屋を暗めにして、はい、ちょっと落ち着く環境にしてちょっとこう深呼吸したり、うん、いい匂いのアロマを焚いたりして、うん、ちょっとこう気分をハイになってる脳を沈めてから寝るようにしたりとか、うん、そんなことをちょっとしてます。何聴くんですか音楽は。音楽はねこう有名な人のっていうんじゃなくって、うん、なんて言ったらいいのかなこう変な話なんだけど、うん、右脳と左脳 あのバランスを良くするっていうヘミシンクっていう音楽があるんだけども、うん、脳波を結構ね、うん、いじるやつ。あの音楽を聴きながら脳のこの何でしょう調和を取るっていう。そんなのあるの、うん、それちょっと聞いてみよう。俺も聞いてみよう。ヘミシンですか。ヘミシング。ヘミシングでなんかあのこうヘミシングクヘミシングヘミシングクヘミシングク何の時間だよヘミシングの漫才じゃねえかトリオじゃねえかだからこうなんか脳が極端にストレス受けてるとこう右脳と左脳があるとどちらかの一部分にこう赤くこうカーってなってるらしいんだけど、まあみんな活動してる時はどっかしらこう使ってたり、うん、興奮してたり、例えば舞台立たせるとハイになるじゃないですか、はい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 、そういう時のあとやっぱりそのいう音楽を聴くと右と左の脳が調和取れてちょうどいいこう塩梅になって割とスーッて寝れたりするんです。それで別におまじないじゃないんですけど、ちょっとこの気持ちとか脳からこう整えて、それは知らない。これはいい。ちょっとやってみよう。あと何かこうクリエイティブにお話とかネタ作るわけじゃないですか。そういう人たちでやっぱりこう書けなくなっちゃったりとか、うん、行き詰まった時にそういうの脳の調和を取ることでまさに創作活動がスムーズに、うん、あーなるほど。そういうようなんです。だからよかったここまでじゃねえか作ってなかった。本当いろんな曲があってで、うん、どれもちょっと似たような感じなんだけど、バックグラウンドミュージックみたいにして聞いててもうるさくはないので、あいいです。料理のマチエースみたいなことを。あ、そう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 。なるほどなるほど。ちょっと落ち着きますもんね、あれ。そうそうそう。ぜひ皆様も試してみてください。俺試してみましょう本当に。さあ、あっという間のお時間になってしまったんですが、はい、東京ホテイソンのお二人何か告知がありましたらお願いします。何でございましょう。あの YouTube チャンネルを、うん、あそうね、始めてネタの動画を上げてるんで、はいはいはい、もしよかったら、うん、ぜひ見てほしいなと、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。続いてみゆ先生何かありますか。私の方はマヒナの方で、はい、大抵午後3時から午後5時、うん、あと夜は午後9時から朝の1時ぐらいまで待機してますので。すごい。あ、そうなんですね。お電話ください。お待ちしてます、はい、ぜひお電話してください。ありがとうございます。そして次回の放送ですが3月11日水曜日の夜21時からです。次回のゲストはお笑い芸人神奈月さんです。はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。それでは本日のゲストは東京ホテイソンさん、みゆ先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。